大変だったね本当に、苦しいゲームを選手頑張ってくれたなというふうに思います、はい、もうほっとしてます、はい、まあ、見てもらって分かる通り最後もう体張って何回か崩される場面も当然あるだろうし、まあ、これは1年間通して、このチーム作りの中で、最後はもう体張ってゴール守るぞっていうことのトレーニングを徹底してやってきたので、まあ、何回か行かれるだろうなというふうに思ってましたけど、まあ、ゲームプランとしたらやっぱり前半を 0-0 で折り返せたらチャンスあるんだろうなというふうに思ってましたけど、まあ、その通りに選手も頑張ってくれましたね、はい、もう嬉しかったのとあとトイレ行きたかったんですね終わって、お試合終わってすぐトイレ行っちゃったんですけど、まあ、まあするとそれは冗談ですけど、いや、まあ最後の最後まで諦めるなんていうことを彼らに言ってたので、まあ、なんとかしてくるんじゃないかなっていうのは思いを込めて、これはもう僕の、対戦相手の分析とは全く違った感性で、まあ、最後なんとかしてくるんじゃないかなって、それもしかも竹島はねこういう点をよく取ってくれてたので、何かあるかなとは思ってましたけど、よかったです、はい、まあJユースの栃木戦、あの時も実は PK の準備をしてたんですね。で今回も実はそういう期待もしつつ PK の実は準備をしていまして、交代3枚使ったんであと2枚を、まあ、PK の得意のやつとか、これもずっとトレーニングで PK を積んでたので、ある程度自分の中で頭を割って誰と誰を変えて PK の何番目に蹴らそうかとか、あとキーパーのミンテスとかけるをねどういう風にちょっと変えてみようかなっていうのもちょっとプランの中で最後思ってた矢先に入ったのでまあすぐまたチェンジして交代カードを切ったっていうの。でも我々指導者の仕事ってずっとそういうことだと思ってるんで、今年、まあ、育成2年間 やって本当にそういうところは学ばせてもらったなと思ってます、ね。強豪がひしめくねリーグに上がって本当にすごく大事な1年になると思うんで、まあ、僕らがやれることはもう一つ一つのゲームを全力を尽くして、今日見せたようなもう本当に魂のこもった戦いをね一戦一戦やるチャレンジャーなので、決してこう足先でやるようなサッカーじゃなくてね、魂のこもった試合をリーグを1年かけてね戦ってみたいなと思ってますね。本当に、今日のゲーム、まあ、その前の日本航空さんとのゲームをたくさんの、サポーターと、クラブ関係者または、我々を応援してくれるねいろんな全ての人が、駆けつけてくれて、まあ、ものすごい私もそうですしスタッフもそうですし選手も力になったと思います。これなくして今日の最後の最後に点を取って勝てたっていうふうにはならなかったと思うんでね、本当に、まあ、感謝してますし、感謝と同時に来年度の責任というのがしひしこう自分の中に入ってくるきています。本当に今日は皆様の応援で勝たせていただきました。本当にありがとうございました。また来年もプリンスリーグで、戦う、若い選手たちを応援してください。ありがとうございました。